今日はハイローズのこの一品うわまず誰からいくかな。あ、いいっすね。あ、いいの持ってるね。うん、どこで買ったの。これは長崎で手に入れました。長崎のなんていうレコード屋さん。なんだっけ、サニーボーイ。いい名前だね。はい、サニーボーイというレコード屋さんで手に入れました。初回の帯だね。そうです。これはなんていうバンドなの。セックスピストルズ。エッチヤンこれはセックスピストルズの国内版の初回です。コロンビア版でしたね。はい、で僕は今回のツアーでセックスピストルズのこのレコード3枚買いましたまずこれを買って、あ、まず最初にビクター版っていうのがあるんです、ピストルズ、うん、セカンドプレス、うん、それをまず手に入れて、はい、次にこの初回版、うん、コロンビア版を手に入れたんですが、うんうん、このレコードはなんとプリティベイカントで張り飛びをします。うん、悔しいね。悔しい、うん、ね、だからちゃんとしたものを手に入れようと思って、で東京のレコード屋さんで帯はないんですが初回版の綺麗なやつを見つけて、うんうん、それを買ってその長崎のやつの帯と合体させて完璧になりましたいいの持ってるねいいね僕でかなりいいね。ニューウェーブ、燃えるパンクロッカーたち、うん、オンミバス、うん、これオリジナルのジャケットってこの写真なかったんだよね。オリジナルのジャケットはね、うん、僕はね持ってるんですよ、アメリカ版で、うん、これはこのちっちゃいのがないんだね。ちっちゃいのがないんだ、ね、そうだそうだ。これはある。そうだそうだ。ニューウェー、これはねすぐね廃盤になっちゃったんだ、うん、で僕はずっとね当時お金がなくて買えなかったんです。僕が高校1年生ぐらいの時に。だけどこの間仙台に行った時に仙台の中古レコードフェアで、うん、調べくんがまず見つけました、これを、うん、見つけました。なんで僕は泣いてお願いしましたすると横に回しやって涙目になって、お願いしますレコードフェアの会場で土下座して譲ってもらいました1700円で買いました。安い。ありがとうございます帯付きライナーもついて、うん、いや見ないよ最近。これはもう見ないよ、うんうん、買った時ねレコードフェアのね、うん、レジの人もね、うん、ビビってた。ビビってた、うん、私もそれ後ろで見てました、うん、この存在に、うんうん、そして僕はそのレコード屋のレジの人に肩を叩かれて、君はいい買い物をしたいい自慢の一品です、うん、これはね、うん、ツアー中なんだけどどこで買ったかっていうと、うん、渋谷のイエローポップ。長崎じゃないじゃんある日僕は渋谷のでレコード屋さんを回っていたらイエローポップのレジの後ろにこう貼ってあったんです。こういう風にね、うん、こういう風に貼ってあった。で僕はなんかレコード買って帰ろうとした、ここにあったんだ、うん、で店員さんにすいませんそれはいくらですかって聞いたら、これはちょっとねなんかこうちょっと違うんだよ、うん、態度が違うんだよ、うん、いやお客さんこれはちょっとなかなか来やすく、うん、しかしいいとこに目をつけなさったね。ねえハッツァンいい女っつうのはどういう女かねそりゃ小股のキュッと切れやがった女ではないのかい。お前さんはまだまだ青いね、うん、いい女っつうのはね、うん、鼻の下の長い女のことを言うんだよ、うん、昔からクレオパトラも楊貴妃もみんなここが長かったの、うん、へえそんなもんかね、いい女っつうのはここが長いのかい、うん、その話を聞いていた隣の部屋で聞いていた中井さん、うん、障子をスーッと開けまして、お食事の用意ができました。うわっ今とかカットですね落語ですねいやこれはいくらなんですかって聞いたらそれはちょっと、売れないんですよって言われました、うん、でも僕はすごく欲しかったんです、うん、どうすれば手に入るんですかって聞いたら、うん、何月何日この日にね、うん、そのイエローポップうちの店はねセールをやります、その時にあなたの後ろの棚に
これが入っていることでしょう、言ったんだよ。並んだんです、何時間も並んだんです、そして手に入れたのがこの1枚です、すんげえ嬉しかったです。いい話、だからね、珍しいだからね、そこの店員さんが言うには、もう何人かねこれを問い合わせてますっていう、狙ってる人がいる、狙ってる人がいるっていうの、だからこれを狙っていた人、手に入れたのは私です。嫌なやつだ、嫌なやつ。悔しいか、うわ。ないじゃん、ここ。アルバムがない。僕はね、アルバムを持ってこようと思ったんだけど、疲れちゃってさ、レコード持ってくるのめんどくさいなと思って、今日はシングルにしました。なんだ、あ、でもいいね、これを。私はあ、キッス、キッス、ポール・スタンレー、星の人、そしてピーター・クリス、猫の人、こちらはですね、博多の、なんていうお店だっけ、あれは博多のお店はボーダーライン、ボーダーラインで1500円で買いました。おー、これ東京で買うと4500円。うそ、もっとそれ以上します。本当、はい、いい買い物でしたね、はい、それからピーター・クリスの方はですね、ドラマーの、ソロなのにちょっとポールより高かった、これは長野で購入したんですけれども、2800円。これはかなり爆発モードで買ってしまいました。思い切ったね、はい。あと多分ですね、ジーン・シモンズとエース・フレリーのシングルも必ず出てるんです、テレビをご覧のあなた、もしこれあげちゃってもいいかな、もしくは売っちゃってもいいかなと思う方はですね、今多分この辺に出てると思うんですけど、ここまで読むな、もう読むな、読むな。お願いいたします。はい、大戸屋周りをしている途中に、お腹が空きます。はい、そんな時ハンバーガーなど食べたりするでしょう、はい、そして京都のハンバーガー屋ショップで、手に入れたのが真島さん、はい、これですね。そうです、マッハッピーセット、ほほ、楽しい南の島シリーズのまだバーディーです。開けてないですね。もうこれ開けたら値打ち下がります。チーズバーガーセット、チーズバーガーセットをくださいチーズバーガーセットって何と何なの。チーズバーガーとポテトと飲み物、ね、で、このそのチーズバーガーセットをこの構成してる3つのものっていうのは、ハッピーセットと全く同じなんだよ、ちょっと待って、値段は一緒なの。値段は一緒なんだよ。値段が一緒で、チーズバーガーとポテトと飲み物、呼び方の違いだけなんだね。呼び方の違い、でね、頼んだんだよ、チーズバーガーセット、当然チーズバーガーセットと口では言いながら、心の中はもうハッピーセットで、ね、おまけ、ついてくるな、おまけ、ついてくるな、おまけ、こう出てきてね、で、そう、外で、じゃあ食べようかって、パッと袋開けたら、大ショック、入ってないじゃない。見てたよ。負けなし。そのショックの表情見てたよ。見てたよ。もうなんか声が出ないで、あ、もう野口五郎みたいだったもん。もう、あっ、あっ、ってこんな感じだったよ。それで、またそれ持ってお店入ってって、僕はさっきチーズバーガーセットって言ったけど、あれはハッピーセットの、チーズバーガーセットのつもりだったんだぜ、ベイビーって言ったんですよ、ベイビー、店員の姉ちゃんに、そしたら偉い人出てきて、なんかもうしょうがねえなっていう態度で、しょうがねえな、ポンと、君が僕だったんですよ、バシッという感じだったんですよ。ハッピーじゃないよそれ。そうだよ、ね、そう、だから、僕がそこで学んだ教訓は、ちゃんとハッピーセットって言わなきゃダメ。すごいストレートな教訓。もっと他のことに適用できるような。そうだ、これはね、僕 UFO キャッチャーだよ、九州で。九州でみんなでやりましたね、やったね、ぼやき、ぼやき大ファンの僕がこれを九州の UFO キャッチャーで見つけて、100円で取りました。素晴らしい、一発、一発です。その前に実は久々さんの100円使ってんだけど、それは数えません。僕のポッケから出たのは100円です、そうだ、どうだ、これを手に入れたのは俺だ。わ、投げちゃってどうする。大事にしなきゃ。いや、もう俺のだもん。ああ、こんなのパキーだもん。欲しいからパキー。
やめろ人がやるのかよ。